はい、こんにちは、こんばんは、たかです。この動画ではコロ戦を中心に見ていきたいと思います。他の図鑑に関しては別動画になっていますので参考にしてください。ということで、コロ戦ですから円の動き、まずは注目したいところなんですけども、この円っていうのがここ最近ちょっとこう強いですよね。こちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。少しこのあたりは戻りの高値ということで、抵抗も強く受けていたりもしましたけども、金曜日、しっかり高値を更新して、高値引けですね。つまりまだトレンド流れが止まっていないと。下から見ていけばもう波もしっかり見えてきてますんでね、これは来週も高値更新は強く意識したいところ。仮に、上値が重くなって押しが入ったとしても、それも押し目買いみたいところですからね。しばらくこの円の強さというのはまだ僕は見たいなと思うんですね。もちろんこう中長期的に見ていけば、円っていうのはまだまだこう買われる材料っていうのがそもそもないように思いますんでね、またどこかでこう売られる場面っていうのもこうあるかと思いますけども、ただチャートの方を見ていくと、短期的には随分底堅い動きも見えてきましたんで、一旦の調整の戻りには備えていきたいと思います。こういった環境を踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、日足に月足を重ねています。月足チャートを見ていくと、もうすごい上昇になっているわけですけどね、今年も入ってからずっとこう延々上昇しているわけですけども、ただ先月11月ですね、陽線にはなっているわけですけども、大半がこのヒゲの部分ですね、上ヒゲをつけた形で引けています。これを上値が重いと考えてしまったら、この辺は抵抗、162円には抵抗があるんじゃないかなというところで、これが抵抗になってくるんなら、今度は調整局面見ていくことになりますね。すぐにこうドーンと売りを見ていくわけではないにしても、この辺りで調整、上がったり下がったりという動きが出てくるんであれば、サポートを探していかないといけないですね。調整ですから、まずはレンジを疑う。高値は見えてるかと思うんですけども、一方で安値がまだはっきり見えてないですね。今だとなんとなく156円あたりはそのサポートの候補にはなってくるかなと思うんですけども、このあたりはまだこう見えてはいない。ただ今の現在地を見ていくと、レンジになってくるんであれば、おそらくは高値圏かなとも思いますしね、レンジが続くんであればいずれレンジの上から売りが入ってくる流れはあってもいいのかなと、こういう環境からも、高値警戒感は持ってもいいのかなと思います。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ても高値しっかり抜けてきてるんですけどね、今週の週足がもう大陰線です。3週間上げた動きを1週で潰してきたということになります。これを上値の重さと見ていくんであれば、ちょっともう一度ね、このあたりの抵抗というのが見えてくるかもですね。月足で見ていけば、ここ全部ヒゲになりますから、ちょっとこう嫌な売りが入ったなという感じはしますね。そしてこの下にはレンジがあったわけです。ということは再びレンジに戻ってきたということにもなりますし、レンジを再び見ていくんなら、今のこの現在地、レンジを見た場合のレンジの高値圏ですよね。上昇の押し目買い、これ自体が間違いだとは思わないんですけどね、もう一つ違った目線で見ていくんなら、レンジそばの高値圏という見方もできるかと思うんですね。するとまだ下げ打ちもあるということにはなります。これ、他のクロス円と比べても随分この売りが強いんですね。これなぜなのか、このユーロの方にね、かなり売りが入ってるんですね。特にこう11月の末あたりから、ユーロはかなり上値が重い状況が続いています。この環境、月が変わって12月に入ってからもこのユーロ売りが止まらないんですね。当然これだけ強い売りが入りましたので、どこかで調整のリバウンドなんかも入ってくる場面はあるかとも思いますけども、このユーロの売り、ユーロの上値の重さというのはね、少しこう意識しておいてもいいのかなと個人的には思います。そして今円が強いわけですからね、ユーロに売りが入ってくるということはユーロ売り円買いということで、通貨の強弱の差もしっかり生まれます。ボラがすごく出やすい状況ということにもなりますね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足環境を見ていくとも明らかに波の反転が見えてきています。この辺りまで強かったんですけどね、ここで押し目買いも入ってるんですけども、このサポートを割ってしまったことで、押し目買いの失敗、さらには高値を切り下げているというのもありますから、これを結べばもうすでに下落のトレンド、波も見えてるんですね。どこかで、調整の戻りなんかもあるんでしょうけども、これもしっかり戻り売りは見たい環境です。売りトレンドをかなりこう強く今出てきてますしね、ユーロが弱いというのはありますけども、今円の方も強くなってきてる、通貨の強弱の差もしっかり出ているというところで、これはトレンドというのをまずは意識したいですね。トレンドを意識するということは、安値はしっかり更新していくということにもなりますから、月曜日、ちょっとこう突っ込んでる環境というのは気にはなるところですけども、それでも見せましょうとですね、安値を更新していく動きも意識して見ていきたいと思います。
はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期趣味でもこのあたりのサポートを割り込んで、まあ、金曜日引けていますから、もしかしたらまあ調整でね、多少戻る場面、あるかもしれませんけども、これも戻り売り、見たいところです。ですからこの戻りの壁探しが最初の仕事になってきますかね。今これすぐに入ってしまったら突っ込み売り、飛び乗りということになってしまいますから、まあ、一旦の調整は、待ってもいいかもですね。壁が見えてから、ショート慌てなくてもいいかなと思います。まあ、もちろんね、今トレードが出てますからどんどん行ってしまうかもしれませんけども、まあ、そうなったらそうなったでも仕方がないかなと。飛び乗りのリスクを考えれば、まあ、そういった値動きになったら諦めると、そういった割り切りも大事かなと思います。ただ目線としてはもうどこかで売りたい、売り場探しというのはこれはしばらく変わらなさそうですからね、そこはブレずに見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、日足に付け足を重ねています。一方でこのポンド円、まあ、ポンドが強いんですね。ここがもうユーロとの大きな違い、つまりまあチャートの方を見ていくと上がりやすいということになります。実際まあ11月は陽線になっていて、これ実際高値抜けてきたんですかね。まあ、これをブレイクと見ていくかどうか、まあ、若干意見が分かれそうではありますけども、まあ、少なくとも強さは感じますよね。ただ今円はすごく強くなってきてるんですね。でも下がらない。なぜか、まあ、ポンドが強いからですね。円の方が買いが入って、まあ、売り圧力がかかるわけですけども、これがまあポンドが買いが入ることで、まあ、しっかり止めてるという状況、ですからショート見ていこうと思えばこのポンドに売りが入ってこないといけないわけですけども、ただポンドがなかなかこう売りが入ってこないというところで、まだショートを見ていくタイミングではないのかなと個人的には思います。ではロングかとなるわけですけども、ロングも同じことなんですね。ポンドを買っていくということは、まあ、ロングをしていくということですからね、まあ、良さそうに思うんですけども、ただ円の方が今強いということになりますから、円の方に売りが入ってこないとなかなかまあ高値更新はしていかないということにもなります。まあ、つまりは今のこの相場環境というのが、まあ、実はあまりこのポンド円には合っていないんではないかなというところで、次の動きというのが見えてこないとね、なかなかまあエントリーしていく方向性というのも見えてこないのかなというふうに思います。まあ、通貨としては強い通貨同士のペアになってしまってますんでね、ということは買いが入ったり売りが入ったり、少し高値は抜けてきているんですけども、このあたりは、調整レンジと考えてもいいかもですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境見ても高値は抜けてきているんですね。ということは押し目買いということになるわけですけども、今週の週足、まあ、陰線にはなっています。とはいえ結構こう踏ん張っているんですよね。先週の上げ分は潰されていますけども、まあ、安値を更新しているわけでもないです。下がれば買いが入ってくるという流れも出ています。まあ、順調に円は買われているんですけどね、なかなかすんなり下がってこないんですね。これがまあポンドの強さというところで、まあ、少し面倒くさい部分かなというふうに思います。なので、まあ、黒線のショートを意識していく際にこの強いポンドを見てしまうと、まあ、ちょっとこう難しいと思うんですよね。すんなり下がっていくイメージを持っていくんであれば、まあ、強い通貨ではなくて弱い通貨を見たい、まあ、弱い通貨となってくると今だとやっぱりユーロあたりがまあ思いつきますんでね、ユーロ円あたりをショートしていく方がいいのかなと。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。これも上昇トレンド、もう流れが止まって今調整局面、高値安値も見えてますからね、レンジという形で見ていこうかと思うんですけども、今のこの現在地、レンジの真ん中なんですね。レンジの真ん中で現状今流れが止まっていて、そしてまあポンドも円も強い状況、ということはなかなかトレンドが生まれにくいと、買いが入ったり売りが入ったり、まあ、つまりレンジの動きになりやすい。仮にもこういった小さなレンジから抜けてきたとしても、下に抜けていくためには越えないといけない壁、上に抜けていくためには越えないといけない壁というのが見えてきますので、なかなか大きなトレンドにはつながってこないかなとも思います。やっぱりまあ今の環境に合っていないかなと個人的には思ってしまいますね。円の強さを見ていくんだらば、ポンドの方に売りが入ってくるタイミングというのをしっかり探りたいところですけども、今のところまだポンドは強さを感じますので、少し様子見ということでもいいんではないかなと思いますね。現在地はレンジの真ん中です。レンジの真ん中から買いが入ろうが売りが入ろうが、まあ、特にこう大きな影響というのはないかと思いますんでね、まあ、そういった値動きに振らされないようにしていただければと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、日足に付け足を重ねています。月足環境を見ていくと高値を更新して引けてきましたかね。5ドルがすごく強いですね。高値ブレイクということになっていますけども、ただちょっと難しいのが今円が強くなってきてるんですね。より5ドルの方が強いから、まあ結果ブレイクになっていますけども、円高という流れが継続してしまうとこれ売り圧力になってしまいますからね。チャートの方は強いわけですけども、なかなかすんなりは上がっていかないという環境になってしまうかもしれません。やっぱりこの円高というところを見ていくなら弱い通貨を見たいんですね。ただ今ドルが弱くなってしまっている。そしてこのドルとの逆相関がまあ今強く出ているこの5ドル、とでもドルが売られてくれば買われてしまうということで、
この円に注目をしていくんであれば、他に見るべき黒線というのはあるかと思いますし、この豪ドルに注目をしていくんであれば、円よりも他の通貨を見た方が、まあ、トレンド動きは出てきやすいということにもなるかなと思うんですね。はい、こちらが4時間足、少々重ねています。高値を抜けた上昇トレンド、今週に関しては少し陰線が出てますからね、上値の重さ、98円の真ん中あたりが一つの抵抗になっていそうですけども、止められたからすぐにこういった売りが出てくるわけではやっぱりないと思うんですね。まあ、今度は調整局面ということで、レンジを想定、サポートがまだ見えてないですから、もう少しこう売りは入ってくるかもしれません。今見えてるのは高値だけですからね、サポート探しが最初の仕事になるかなと思うんですけども、ただまあ週末の動きを見てもね、しっかり買い戻されたりもしてましたよね。この買い、どこから来ているのかというと、5ドルがすごく強いですね。決して円が弱いわけではないというところはこう押さえてはおくべきかと思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やし環境を見ていくと高値ですね。もうこれもはっきり見えてるんですね。結構まあポンドドルの環境に近いかなと思うんですけども、まあ、現在地やっぱり見ていただきたいですけどね、真ん中なんですよね。今トレンドが出ていればいいんですけども、今の環境って5ドルも強い、円も強いという環境ですね。トレンドレスな環境でレンジが見えていて、現在地もレンジの真ん中、この位置から買いが入るか売りが入るか、これを見極めるというのはとても難しい作業だと思います。これポンド円もそうでしたけどね、まあ、今のこの相場環境にはあまり合っていないんではないかなと思いますから、まあ、次のトレンド待ちかなというふうに思います。ただ、ゴールドも今動いてないわけではないんですね。よく動いてますから、まあ、対象としてどの通貨を見ていくというのがまあ大事になってくるかなと。強い円を見ていくんなら弱い通貨、強いゴールドル、これをメインに考えていくんなら弱い通貨をしっかり探して、トレードしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、円の強さは変わらず見ていこうかと思うんですけども、この円高という流れに乗ろうと思うと、少しまあ通貨としては、絞られてきてしまいますかね。特にポンド円、豪ドル円、このあたりはポンドも豪ドルもすごく強いんですね。なかなかまあ値動きとして見ていくのは難しいかなと思いますから、注目したいのは、弱くなってきたユーロ、もしくはドル円ですね。まあ、そのあたりの通貨になってくるかなと思います。まあ、今回は黒線ですから、このユーロ円、まあ、サポートをしっかり割ってきてますからね、売りのトレンドが見えています。どこかで戻りが入ってもこれは戻り、しっかり叩きたいところ。まあ、円の方にこう売りが入ってくるとか、そういった環境になってくれば強いポンドとか、強いゴードロとか、このあたりはまあ効いてくるかなと思うんですけども、今の環境だとまだそういった流れは見えてはいないですから、黒線に関してはまあ揺れんですかね。これの戻り売り、売り場探しをまずはしっかり見ていきたいと思います。今回は以上になります。黒線以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。